はい、皆さんこんにちは、こんばんは、フワッフィーと申します。今日もフォールアウト4続きをやっていきたいと思います。今回は、どこかっていうと、あの前回出られなかった扉の外ですね。わ、誰か死んでる。こんな感じになってましたね。まあ屋上でしたね。ああ、大体ここか。レイダーが見えますね。狙えるのか。さすがに無理か。いますね。あそこはレイダーの巣窟なんで覚えてますね。あれがマスフュージョンビルか。すっごい高いですね、ここ。おお、結構こういうとこからパワーマン来て落ちると、あのバンジーっぽくて楽しいですけどね。あ、バンジーちなみに、あの、多分やらないですね。一生やらないと思います。あの、命かけてやりたくないって思ってますから。ジェットコースターも命がけの人ですからね。あ、カニさんが対決してる。やってんね。まあ、なかなか景色が良かったんで、何もしてないのに経験値入っちゃって。ちょっとあのせっかくなんでね、こっちから始めてみました。すごいですね、こうやって見るとね。でも結構縦にこう川が綺麗に流れてるんですね。あ、結構遠くまで見えますね。あそこはグリーンジュエルですね。結構高いビルもまだ残ってるんですけど、そうだね、1個あのビルかなは行かないといけないわけじゃないけど、行っときたいな。いいね。あ、ちょっとクラクラしてきた。よし。じゃあ、今日はですね、この、まあ、部品をですね、あの、コーサーのチップを分析するっていうのがあるんですけど、これ、あれじゃないのかなって思ったんですけど、もう早速、ロッキー洞窟行くのかなって思ったら、なんか、レールロードにマークが入ってるんですよね。これはちょっと私もそうだったっけっていう感じなんですけど、まあ行ってみましょう。で、一応ね、途中で一旦止まると思います。ある程度派閥の選択を迫られる可能性があるので、ちょっとね、この辺りが私も微妙なんで、すっごい遊んでるんですけど、ストーリークリアって実はそんなにしたことなくって、たくさんは。毎回、あの、途中までをめちゃくちゃ遊ぶんですよね。あの、すぐに DLC 行ったりとかですね。あんな多いですね。ファーハーバーすごく好きだったので、あの、強引にあの、低レベルでファーハーバーに乗り込んで、あの、装備品を漁るとかね、いろいろやってましたけど、面白いですけどね、それも。まあ、ひとまず、レルロードの、あの、本拠地にちょっと飛んでみますかね。気がつけばもうレベル70ですね。よいしょ。来ないね、今回は。ドラムボーイ、だいたいドラムボーイがオッスオッスって来るんですけどね。あ、座ってるね。よし、じゃあデズデモーナーにこれ見せるのかな、このコウさんのチップ。ここに報告書があります。むしろ漫画みたいだけど、どうやら見られてたのか。グリーンテック遺伝学研究所で激しい戦闘があったようね。うん、とぼけることもできるんですか。まあいいや、自分がやりました。それをやったのは俺だ。コウさんを倒したからな。報告書にもそう書いてある。まあ実際そうだよね。あのドクターマリとレールロードの関係ありますもんね。コーサーを見たら戦うよりも逃げるものでは。なぜ殺したの。インスティチュートのコードが欲しかった。コーサーのチップが必要だった。チップに書かれたコードが。コーサーのチップを持っているの。無傷でついてきて今すぐ。コーサーのチップの解読は非常に繊細な作業になる。うん、間違いにつながる動作が山ほどあって、一つのミスでデータを失ってしまう。幸いなことに、そうだろうね。その仕事にうってつけの人間がいる。いやー、デズ、何か用事？トムか。トム、コーサーのチップが手に入ったの。わお、本物？うわー、久しぶりだな。前にこれで大当たりを出したわよね。チップを渡して、何が書いてあるか見ましょう。うん。まあ、ほら、どうぞ。行くわよ、トム。奇跡を起こして。わかった、チップ君。サーキットアナライザーを試してみよう。
バージルのところに持ってくんじゃなかったか。なんかすごいですね。チップにアクセスしたアナログのコネクターにちょっと細工をしたんだ。なんだ、まいったな。おお、大丈夫か。しっかりメモリーのちょっとしたトラブルだ。さあ来た、暗号化アルゴリズムだ。映像まだ動いてる。まいったな、最後の暗号に桁数を追加してやがる。ああ、こいつは。頼むよ、パターンを見せてくれ。どこにあるんだ。待て、キージェネレーターに同じ対数関数が使われている。なんか難しいね。ラッキーだ。捕まえたぞ、インスティチュート野郎。捕まえた。 N の値を求めるんだ。よし、その算数大好き。教えてくれ。やった、コードを手に入れた。ホロテープにダウンロードするよ。情報交換の前に。よくやったわね、トム。この幸運が次まで続くかはわからないけどね、デズ。相変わらず被るな。それからエージェント。はい。我々に役立ったのと同じくらい、そちらの役に立つといいんだけど。よくやってくれたわ。まあ、そっちの役にも立ったんだね。インスティチュートはどこにでもいるから。ちょっと待って。これでどうすんの？あ、これでバージルのところに戻るんだ。よしよし。じゃあバージルのところに戻ってみましょう。間にこれがあるのは私も知らなかったの。知らなかったっていうか覚えてなかったですね。ではバージルのところに戻るのは、そうだな。ちょっと待てよ。さっきね、ゴミも拾ってきちゃったんで。たった二つの手だけで驚くべきことができるのですね。あ、そうだよね。キュリーからしたら不思議だよね。よし。防具は確か取ってなかったはずだからいいね。あとはジャンクを少し取りすぎたかなと思うんですけど。ちょっとまあパワー巻きに戻るのもちょっとめっちょいんで、防護スーツで抜けますかね。防護スーツは、ラット耐性はね、見ての通り1000あるので、かなり強いんですけど、うちは防御力はないです。ちっともないです。上に被ることもできませんので、デスクローとかが出たらまずいのでさっさと入りましょうね。ではロッキー洞窟にファーストトラベルします。輝きの海もちょっと歩いてみたいですね。結構いろんな戦前の遺跡っていうのもちょっと変なんだけど、うわ、なんだこれ。あ、ホタルみたい。やべえ、いるわ。あいつどうした。もう足が壊れてるやん。どうかな、いけるか。案外どれくらいなんだろう。一応30あるのか。あ、そういうことか。そうだね、BOS のカラーリングにして、防御力は落ちたけど、耐性が少しだけついてんのか。30か。30ででもどれぐらい防げんだろう。あ、でも1だね。やれ。またしても戦闘に巻き込まれます。やれ。起きた。あ、嘘、こけてんのに。一応足破れてないのにね。いいぞ。あ、ホームラン打った。課金ってなったね。あ、今のですね、結構飛んだ。すごい。はい、やれ。いいぞ。あ、ちゃんと課金ってなるんだね。はい、 OK。いいね。OKOK。ごめんごめん。キュリー入ろう。やばいわ。なんか綺麗ですね。ここはもうずっとラッドストームなんで。よし、まあ入りましょう。バージルの研究所に行きます。ロッキー洞窟ですね。結構、
なんていうんですかね、基地とかですね、いろんなものがあって面白いのは面白いんですよね。よし、バジル戻ったぞ。プテクトロン可愛いですよ、ね、こんにちは。また会える確信はなかったんだ。どんどん緑になってるな。手に入ったか。うん、持ってるよ。これがコードだ。驚くべきじゃないんだろうな。結局のところケロッグを倒したんだものな。コーサーも同じようにやっつけたのか。どうやって解読したんだ。ん、ああ、レールロードだ。レールロードが助けてくれた。ん、あの変わり者たちが。彼らは自動販売機を開放するとか、まあそういう理解なんですよね。自由にするとか、そういうことに忙しいのかと思ってた。失礼、そんな感じの評判だったんだよ。まあでもインスティチュートからしたらそうですよね。君だけではない。私も最善を尽くした。長年にわたる記憶や耳にしたことをかき集めてね、君のための設計図ができた。簡単ではなかった。この手は全くひどい状態だから、まあ、どんどんスーパーミュータンとかしてるんでしょうね。消えてしまった。簡単に説明するとこうだ。君は装置を作る。そいつはインスティチュートがコーサーのテレポートに使う信号をハイジャックして代わりに君を送り込む。この設計の一番イカれている部分を知ってるか。あのクラシック音楽ステーション、あれが中継のための信号を流しているんだ。すべてのデータが超音振動数になっている。君はずっと聞いていたんだよ。一言言っておくが、これは私の専門分野ではないんだ。専門はバイオサイエンスで、エンジニアリングやアドバンスシステムといったものではない。まあ彼はあれですね、バイオサイエンスっていうのはまあ平たく言うとスーパーミュータントの研究って思ってもいいんじゃないですかね。まあ、バイオサイエンスで聞いてみますか。バイオサイエンス？アドバンスシステム？何の話だ？インスティチュート内の部門の話だ。専門家集団が様々なプロジェクトに取り組んでいる。後でわかるよ。だがこの装置を組み立てて、あのコードが使えれば、インスティチュートの中継局からの信号を上書きできるはずだ。できるか？というか、組み立てられるのか？手伝ってくれる人はいるか。こいつは一人の手には余るぞ。たとえ君でも。うん。まあ一応ね、すべて今支援が受けれる状態ですね。あのここで一つの選択肢になると思います。まあこれでね全部が決まるわけじゃないとは思うんですけどね。まあ初めてこの派閥の選択肢が出るような場面ですね。ミニッツメンだとスタージェスか。で、レールロードなら、まあ、友でしょうね。まあ、それぞれの派閥で、BOS からも支援を受けることはできますし、まあ、いずれにしてもインスティチュートと何らかの形で、まあ、ぶつかる勢力ですからね。だから、BOS、レールロード、ミニッツメン、この、まあ、どれかから、支援を受けるっていう感じにはなると思いますね。この装置が完成すれば、インスティチュートへの道が開かれるんだな。そうだ。もしも正確に組み立てられれば、頼むからうまくやってくれ。そう、まあ、そうですね。バジルもこのスーパーミュータンとかを止めるためにって感じですね。私は最善を尽くして君を助けた。うまく入り込めたら、あの結成を見つけるんだ。それが正常でいられる唯一の希望なんだ。だから見つけてくれ。さあ始めよう。まあ皮肉なものでもあるんですけどね。彼はこの研究をずっとしてきたわけですけど。知り合いに助けを頼んでくれてもいい。はい、出ましたね。奉仕に努めます。まあいずれかの勢力の協力を得て、まあその転送装置を作るっていうやつですね。ちなみにさっき言ってた信号の話ですね。これです。クラシックラジオ。まあ、これちょっとかけると多分音楽かかっちゃうんで、一応やめておきますけど、最初からあるんですよね、これは。で、まあ、ただのなんていうんですかね、ゲーム内での娯楽というか、まあ、ラジオが聞けるんだから、ラジオがずっと流されてるよ、と見せて、実はその、大事な放送だったっていう感じですかね。
修復不可能なまでに損傷するかもしれません。意外とでもラッド耐性30ぐらいあれば1ぐらいでは済むのか。まあそれでもまあちょっとガチャガチャ遊んでる間にこれぐらいは持ってかれましたからね。まあやっぱりそれなりですね。はい、ではまあどの勢力の協力を仰ぐか、これはミニツメはあのタフィントンボートハウスにあのガービー置いてくるからですね。でレールロードと、で当然ですが、プリトゥエンの BOS と。勝手にはね多分作れないんですよ。何作っていいのか分かんないんで、あの建設をするような形になります。で場所はどうだっけ、 BOS だけ決まってんのかな。まあ正直言うと誰の協力を得たらこれができなくなるとかは多分ないと思います。意外とみんなあの正直言うとあの私とつるんでるのは知ってるんですけど、みんな多めに見てくれてる状態ですかね。ありがとう。これでやっと普通にこの辺りは本当何にもない NPC が一番楽は楽なんだよな。俺のところで仕事をしてみないか。俺はここに住むためにアルコールを諦めたんだ。この結構この手の固定メッセージが終わった後にボロボロなんだとさ、あの商売が始まるので、まあ普通の何でもない NPC の方が楽は楽ですね。お金持ってるんですよね結構。今あんまりないか。今回はそんな大したもの手に入れてないからどっちでもいいと言えばいいんだけど、ないね。まあ、この辺りの中途半端なフュージョンコアって売っちゃってもいいような気がするんですけどね。あのなんだっけ、あのあれでガトリングレーザーのリロードを何回もしちゃったんで、あれが失敗でしたね。たくさん作っちゃった。よし、ではちょっとガラクタを始末して、これで206だからこれで動けますね。さてどうしようかな、まあ、もう作っちゃってもいいんですけど、これを作ると要するにもうインスティチュートの内部に侵入できる状況が整うので、これ誰、あ防衛要請、あじゃあちょっと行ってくるか。そうですね、今20分か。そうだな、一応ストーリーに関わる部分だからな。まあね、正直言うと今回はあのど定番といえばど定番なんですけど、あれではやろうと思ってますね、ミニッツメンで。あーもう痛い痛い、結構痛いよこれ。あれちょっと待って、近くにいなかった今。これぐらいか。ほい。なんかあれですよね、あのこのロボットの命中率ってなんか異常に高いやつが多い気がする。あのアイボットみたいなやつはなかなか当たんないんですけど、あとは大体なんか異常にこう命中率が高くなりやすい嫌いがある気がしますが、気のせいなのかな。しかし痛いね、めちゃくちゃもらった。ロボットがよく攻めてくるな。ロボット結構あの残骸があの何ですかね、その土地に残るから嫌いなんですけどね。得るものはねいいものがもらえるんでいいんですけど。誰、あ入植者か。よしよし、ここはねまだ結局全然だから触ってないですね。またちょっとあの気合い入れていじくりたいとは思ってるんですけど。よし、ではどうしようかな。まあこの時点で協力仰ぐのはどこでもいいっちゃいいんですけどね。レールロードはあの最初の頃にこうパムに言われて取った場所に作れって言われるのかな。で BOS はこのボストン空港のあの下にあの自由に使える場所があるんで、そこに建てろって言われてた気がしますね。
ビビ爪はどこでも良かった気はするんだけど。そうだな。どうしようかな。あんまり決めてなかったな、これ。入るまでやるか。入るとね、割と結構話がぐいっと進むので、まあまあ、まだね、派閥がもう、どうしようもないってことはないんですけど、ちょっとこれ考えらせてください。一回置こう。で、これを始めるともう、インスティチュート突入のになる流れではあるので、そうだね。今日はちょっと他の行きましょう。で、ちょっと、また中途半端にね、本編やっちゃったんですけど、もうちょっとね、この辺り片付けたいので、やっちゃおうと思います。で、これもそうだね、ランドルセーフハウスの3は確か、これは結構大きいやつだった気がするから、そうだね、この辺りはちょっとやりたいな。シルバーシュラウドはちょっと次回やろうかな。ランドルセーフハウスの3をやっちゃいますか。割と時間あるしね。まあ、それか、この、なんだっけ、これもちょっとやりたかったんだけど、なんだっけ、これはトラブルブリューイング。これも、面白いのは面白いんだけど、以前、醸造マシンを持ってきてほしいっていうのは、なんだっけ、グッドネイバーの、ガラクタ屋さんに頼まれてた分ですね。まあ、いっか、これをやろう、今日は。すいませんね、あっち行ってこっち行ってなんですけど。そうだね。まあまあ、前回のちょっと切りが悪いとこでもありましたしね。まあ、バージンに持ってって、次からはまたちょっと別っていう感じでいきましょう。まあ、確かね、どれを選んでも、派閥確定ではなかったと思うので、まあ、多少やっぱロールプレイングゲームですからね、その辺の、マルチエンドらしい、こう、分岐点の一つではあるんですが、まあ、確定はしないはずです。これを選んだらもうこれはダメだよとかっていうのはなかったと思います。なんだ？なんか、あそこにセントリーいますね。まあいいや。やめようやめよう。では、ランドルフセーフハウス。またランドルフから連絡があったんですけど、まあ、また場所をきれいにしてほしいっていうやつですよね。気軽に頼んでくれますけどね。結構迷惑なやつですよね。ああ、クアナポウィット湖か。前、カニさんを制圧したとこですね。ちょっと一回飛びましょうか。あ、めちゃくちゃ減ってた。すいません。以前ちょっと見たとこじゃないかな、これ。あ、ここはまあ、来たことあるんですけどね。これはなんだっけ、メッドフォード記念病院の裏かなぐらいになるのかな。でもないか、もうちょっと後ろか。ちょっと待ってね。ステーキとこれぐらいでいいか。さすがにもう復活してるね。おりゃ、どこ行った。おい、何かちょっと解雇しよう。いいな、さっきホームラン打ってたからちょっと羨ましかった。じゃあ俺のロックビルスラッガー貸してあげる。私にもで、Y も076止めていますか。ぜん、結構向こうか、いっぱいいますね。ラストデビルもいた。たくさんいますね。意外と届かないんだ。バレてる。まだバレてはいない。
けるね。良い距離。もう一人いけるね。大丈夫大丈夫。そんなにレベル高くなさそう。出てきてくれたね。まだいる？上にロボットかなんかいたのかな。いいやつがいるじゃん。オッケー、意外と弱かった。爆発するね。これで全部かな。そうですね、まああんまりこうラストデビルの持ってるセントリーってあんまり硬くないですよね。そう思うとね、もうよくこの雑魚というか戦闘が起きやすい場所ですね。この辺はもらっとこうかな。もうちょっといた気もしますが、どこだ？結構向こうか。向こう岸ぐらいかね。こっち行ってみるか。割とこの辺りでね、戦闘になることが多いんですけど、ガンナーとか会うと意外と強いんですよね。カニさんがあんまりいなかったですね。でもそういえばついでにアンテナを起動しようかなと思ったんですけど、結構遠い。あ、あれだね。あ、前あらくいた。そうか、ちょっと待ってよ。インベントリーでウェポンの、こっちに入れとけばいいのか。僕もホームラン打ちたいな。ほら、 3.6 倍。近接やっぱ大きいね。そっか、虫とかは 95% で確実当たるのはやっぱでかいな。これか。はい、すいません。体は組織の損傷を修復。ここはそうそう、そういえばそうだ、普通の水よりもここはね濃ゆいんですよ。どうも戦前にね、この湖に核廃棄物をポイポイ捨ててたらしくて、それでですね、あそこもなんかあった気がするんだけどな。さっき、あ、これか。ここをちょっとついでに解放していきますか。まだダメ。これぐらいか。ほい。ナイス。へい。強いね、やっぱり。近接強いのは強いんですよね。まあ、あと当たると決まったら、部分が狙えない代わりに、どっちにしろ 95% っていうのは強いですね。虫は確かにとにかく当たんないことが多いので、で、いわゆるこうエイムして狙うのもまた難しいですしね。これでラジオが入るようになりますね。ここもまた面白いラジオが多いんですけどね。グリーンブライヤーと自動無線警告ですね。まあまあ、これはまた。余裕があればちょっとやってみても面白いんですけどね。中で時間余った時にはちょっとやってみるのもありかな。あ、これひょっとしてあれか。あ、こうだ。ここあれですね。前ちょっと見たんですけど、
ちょっと寄っていきますか、ここもね、せっかくだし。ゼネラルアトミックスガレリアです。あのガッツィの、どうやったらいいかな、まあ、ガッツィじゃないけど、ゼルネラルアトミックス社のロボットで運営される、まあ、お店というかショッピングモールみたいな感じですかね。ジムシ、こんにちは。はい。お前のやり方を監視していた。素晴らしい、実に素晴らしい。目が一個なくなってる。ゴルツキの犯罪者にしてはな。一個いい。マフィアは応募書類を受け付けてはいなかったが、ベストを尽くす。共産主義者のスパイがまさしく言いそうなことで、うぬぼり野郎。一体お前の目的は？ガッツいつもこうですよね。答えろ。待て、グランドリオープン。お前はグランドリオープン管理者18アルファか？遅刻だ。グランドリオープン。グランドリオープン？よろしい、聞け。グランドリオープンプロトコルは全社員にソフトウェアのアップグレードを配布してガレリアを新装回転するものだ。グランドリオープンのマニュアル起動は権限がいる。よって ID をチェックします。何の ID だ？説明はした。これは脅しだ。 ID を提示しろ。やべ、さよなら。いや、ここね、結構やばいんですよ。ゼネラルアトミックスガレリアへようこそ。新しい管理者さん。誰かと間違えているんじゃないか？ああ、400人。もしあのグズに会ったら、彼には緊急業務。残念ながらガレリアは一般大衆向けには営業しておりません。まあ、そうですね、そう。責任者がありましたら、自分のことかと思って話しかけてきたんですよね。責任者は誰だ？ゼネラルアトミックス社の特許登録済みディレクターマネジメントシステム DMS がここガレリアにおいてロボットを操作する責任を担っています。 DMS は人の介在を必要としないガレリアの自律的営業を可能にしています。まあ、ロボットだけで運営するショッピングモールっていう感じだったんですよね。ここはどんな場所だ？ゼネラルアトミックス社のガレリアは未来のショッピングセンターです。どのお店もゼネラルアトミックス社のロボットであふれ、ロボット労働力の信頼性と多様性をご覧いただけます。どうぞお入りになって。ゼネラルアトミックス社の一応ね、オープンはしてないけど遊ばしてはくれるんですよね。以上。それでは良い。はい。責任者は略奪者へ殺傷能力の高い武器の使用を承認した。ちょっと見てみますか。ちょうど間に合いましたね。さあこちらへどうぞ。ちょっと見ていきますか。はい。ゼネラルアトミックス社コンシューマーロボットの世界的リーダーです。頼りがいのある家事ロボットミスターハンディは単調でつまらない家事からあなたを永遠に解放します。一台壊れましたけど。世界からエンターテイメントまで。あ、破れてますよ。仕事もミスターハンディにお任せあれ。さらに高い信頼性と耐久性、少しのメンテナンスでミスターハンディは一生使えます。素晴らしい。軍用部門においては最新のハイテク軍用ハードウェアを装備したミスターガッチーの製品シリーズを自信を持ってお勧めします。よー、共産党のろくでなし、あいつはどうだ。防衛的対象を踊ります。そう、襲われるんですよね。ぶっ壊れてんだよ。ヤッホーと表
表現するのですね。本日の製品デモは以上です。客を襲うのかよっていうね。笑った方がいいですよ。遺体を扱うのは衛生的ではありません。結構ね、面白い場所なんですけどね、びっくりするようなことが多いですね。全部壊れましたね。ここもちょっと行ってみますか。キャンプ相手に根性を試してみてください。そこのあなた、そう、あなたです。恥ずかしがらないでリングに上がりましょう。ジャンプ相手に1ラウンド持つか試してみてください。世界で最も偉大なボクシングのインストラクターです。おお、チャンプノコギリ持ってるよ。リングに上がってください。エラー、ボクシングモジュールに例外発生。リーサルプロトコル作動。第1ラウンド、はい。げあ、マジで。違法武器言われたわ。あ、そういうパターンがあるの。ホームラン。多分ね、でもこれ敵対はね、多分しないと思いますね。これイベントなので。あ、あとここ鉛がたくさんありますね。リポップも確かしたと思うんで、よかったらどうぞ。なんかこう、ちょっといろいろね、いろんなことが起きる場所ではあるんですが、面白い場所ではありますね。ちょっと申し訳ない。ここはね、またその ID を手に入れて戻ってきましょう。忘れてた。覚えておけ。顧客への暴力は厳しく禁止されている。ここか、みんなしてんだよな。よし、じゃあこれですね。ランドルフステーションアップデート3。トリニティプラザか。トリニティ、あれこれそうでもないな。まだあるな、これ。もうちょっと遊んでもよかったか。今回ちょっと待てよ、すごいひどい脱線だな。思ったようにうまくいかない。まあいいや。ランドルフ、ほい。ランドルフの隠れ家だ。パッケージ1を発送した。問題ない。ルートは約束通り一掃した。ランナーによると受け取り人が現在休業しているらしい。情報を知って怖くなったらしい。新しいルートを探してる。後で伝える場所の敵を近くの友好的なヘビーがやっつけてくれたらだいぶ楽になるだろう。ミスター・ティムズ、通信終了。トリニティプラザは確か何回か入ってますね。本かなんかを取りに行った気がする。これ、あれかな、入んないのかな。この位置からなら。ちょっとね、ラジオもちょっと気になったんで、見てみようかなと思ったんですけど。ここですよね。なんかどれか、自動無線、この2つが確か入ったと思うんだけど。入ってるはずだけどな。あ、トレーダーが襲われてたのか、虫に。明るくなるといろいろ見えますね。あー、来た来た。そうだね、ちょっと一つぐらい見てみますか。船舶の無線信号。あ、ロストした。こっちじゃなかったっけ？こっちだっけ？この工場マークなんだろう？こんな感じで徐々に強くなる信号を捕まえる感じですか。メーデー、メーデー、こちら商船ウェスタンベルゴ、直ちに救援を行う。ボストン、こちらウェスタンベル、当船は全動力を失い、現在荒波の上にある。荒波、おい、こっちは助けが必要なんだ。
これかな。商船って言ってたよね。応答せよ。おい、こっちは助けが必要なんだ。誰か聞いていないのか。これは録音メッセージです。結構クリアに聞こえてますよね。あれ、この小さい船かな。メーデー、こちら商船ウェスタンベルゴ、直ちに救援を行う。ボストン、こちらウェスタンベル、当船は全動力を失い、現在荒波の上にある。応答せよ。おい、こっちは助けが必要なんだ。誰か聞いていないのか。これは録音メッセージです。メッセージは3秒後に繰り返します。メーデー、こちら商船ウエスタン。これですね。まあこれで判断ができます。あのどれが信号源だったのかっていう感じですね。だからまあこれが目的地だったっていう感じですかね。これは割と簡単でしたね。まあこんな感じでこう信号を追いながら、あの発信源を探す、あのミッションというか、まあクエストみたいな感じだと思うと分かりやすいかもですね。フライヤー、まだ入ってはいるのか。ちょっと聞こえ、わあ、マヤラクイーンがいます。近づいてはいるっぽい。誰か助けてください。うん、私たちは川のすぐ隣にある古いバンカーの中にいます。連中が逃げてきていて閉じ込められています。もしこれが聞こえたら、あの生物どもを倒して。わわ、卵産んでる。倒したね。オッケーオッケー。ナイス。できれば家族について話し合いたいです。いいね。誰か助けてください。以上かな。よしよし。ちょっとせっかくなんでこれも。しかし本当なんだろうな、カニって。死だよな。今気づいたけど、あんなところに車が引っかかってる気がするけど、川のそばにバンカーがあって、そこにいると。この辺りでしょうね。なんか弱くなった気がする。この辺りかな。なんだなんだ、誰か襲われてるぞ。スカベンジャーか。バラも溶けてる。この辺りにバンカーがあるんじゃないか。どこだろう。かなり近い感じがしますけどね。どこだろう。ここじゃなさそうか。なんかあのあれがあったんで、あのカンカンがあったから結構あれかなと思ったんですけど、あれ、これ結構自信あったんだけどな。川のそばのバンカー、この辺り近そうなんだよね。
結構面白いんですけどね、耳が試される。カニがいっぱいいるの。あー、ザリザリ出したから多分違うね。川のすぐ隣にある古いバンカー。何かを倒してって言ってますよね。あ、近くなった。助けてください。私たちは川のすぐ隣にある古いバンカーの中にいます。熱中が逃がってきていて、閉じ込められています。あ、すっごい近いのに。あの生物どもを倒して、私たちを助けてください。どういう負担になってんだろう。食料も底をつきそうなんです。わ、近いのにな、なんか悔しいな。今かなり焦ってますね。あれ、どこだ。悔しい。お願いです。誰か助けてください。私たちはこのすぐ隣にある古いバンカーの中にいます。閉じ込められています。水がせり上がってきて閉じ込められてるって言ってる。あの生物どもを倒して、私たちを助けてください。生物どもって言ってるんだけど。あ、これだ。あったあった。これだ。見つけた。すいません、ちょっと黙って黙々と探しちゃいましたけど、これだね。間違いないと思う。これらは役に立ちそうもないです。あ、そういうなよ。置いていかれてもいいはずです。お願いです。誰か助けてください。私たちは川のすぐ隣にある古いバンカーの中にいます。あの連中が這い上がってきていて、閉じ込められています。私たちを助けてください。お願いです。もう食料も底をつきそうなんです、うん。欲しいものなら何でもお渡しします。あんまりないね。これは録音メッセージです。メッセージは3秒後に繰り返します。かなり昔でしょうね。お願いです。誰か助けてください。私たちは川のすぐ隣にある古いバンカーの中にいます。閉じ込められています。もしこれが聞こえたら、あの生物どもを倒して私たちを助けてください。マイアラークに絡まれてたんですかね。それであのマイアラークイーンがいたのかな。欲しいものなら何でもお渡しします。まあっていう場所ですね、おそらく。すいませんね、まあそんなね大それた話ではないんですけど、結構ねいろんな面白い話があって多い。まあ、今回はね割と急な信号でしたけどね、はっきり。はい、止まりましたね。間違いなくこれです。はい、では出ましょう。すいません、大脱線でしたね。ゼネラルアトミックスのあのガレリアはちょっとまたやりたいな。あそこも何かあった気がするんだけど、まああれはちょっとまた今度にしようかな。結構いろいろあるでしょ。ああ、まあこれあれだね、あのウィケットシッピングであのここにあの核廃棄物を運んでたっていう話を言ってましたから、その場所ですね。まあまあごめんなさい、ランドルフセーフハウスをちょっとやりましょう。ここはねでも何度か入ってるんで、トリニティプラザはまあそんなにでもないかな。スーパーミュータントの巣ですよね。前も来た気がするけど、ここはなんだっけ。ちょっと待ってよ、ついでにあれをやっちゃうか。すいませんね、なんかあの脱線しまくってもう50分だよ。ちょっとせっかくなんでこれなんだっけ、ニックのあの請け負ってる仕事の中で1個ここに来るのがあった気がするな。ちょっと受けちゃうか。
や違うか、トリニティプラザは違うか、ここじゃないな、ここだね。これ今度やりたいな。ここもね面白いんですよ。このおそらくあの何ですか、あのグリーンテックから見えてたあのクソでかいビルの一つですね。まあ行きましょうか。とりあえずここはね多分すぐ終わります。今日はここまでで終わりましょう。で次回どうしようかな。結構そう思うとやりたいことねたくさんあるんですよね。裏でやってもいいっちゃいいんだけど、面白いんだよな、面白いんだよなって、お前が面白いんだろうって話でもあるんですけど、よし、じゃあ行こうか。はい、ではトリニティ教会に一つ入です。あ、なんだっけ、本があって行って、その後も何か用事があって来た気がしますけど、うん、とりあえずおそらくあのまずは突っ込んでくるのはワンちゃんだったと思いますが、あんまりレベル高くないな。近くに何かあります。正体不明です。そこにいたのですね。OK？ これで全部かな？ていうか終わっちゃったんじゃねえの？多分こいつ倒せばよかったんじゃないのかな。ほい、ここはどこかになんか本が置いてあって、多分3回目か4回目ぐらいですね、ここ来てんの。それもあったんでね、多分すぐ終わるだろうと思って、あのちょっと脱線してみたのもあるんですけど、こんなもん。これでデズに報告すればいいのか。まあ、なんてことなかったですね。敵もね、そんなにいないんですよね。ただ、あの、一人、あの、今見た、あの、スーパーミュータントが、あの、ミニガン持ちなんで、結構、あの、レベルが低い時に来ると、うかつに、な、突っ込み方すると、あの、蜂の巣されますね。よし。では、一旦出て、ファーストトラベルで出ずに報告しますか。ゼレナルアトミックスのあの ID カードはおそらくあのエイダに頼まれて連れてってって言われてたあのゼネラルアトミックスのあの工場にあると思いますね。あのまだ入ってないですけどね。エイダのクエストをいつやるかっていうのもちょっと悩んでますけどね。もうやってもいいとは思うんですけど、特にまあ本当あのロボットがの作れる種類とかですね、パーツが増えるだけなので、あんまり気にしすぎる必要はないんですけど、割とお話が長めなんですよね。まあ、どこで差し込むかなっていうのはちょっと考えてはいたんですけどね。本編もでもやりだしたら気になりますよね。自分はね、クリアしちゃってるからあれなんですけど、話をあっちこっち行ってもあんまり気にはならないんですけど、わかんない人からしたらそうですよね。本当お散歩が過ぎてわけわかんなくなりますよね。申し訳ない。まあほどほどでちょっと気をつけはしますけど、まあ、やっぱりちょっと自分のペースでは遊んでいこうかなとは思っているので申し訳ないんですが、極力ねあのメインクエストの時はあの何か必要、前後の状況もお話ししますからね。いや違うんだっけ。ああ、そうか。ここではもうこれになっちゃうか。そうだよね。そらそうだな。そうか。どっちにしてもか。デズに報告ができないのか。これだけだと。デズデモーナ。何か必要？なんでもない。気にするな。何か必要？ああ、まあそっちの方が優先されるんだね。じゃあいいか。
ランドロスセーフハウスはごめんなさいね、今日はなんだかグズグズだったな、申し訳ない。今日はここで置きましょう。で、次回までにちょっとどことやるかを考えましょう。トレイルを歩いたの？一人で？うん、歩いたよ。そっか、しまったな。この辺りちょっと記憶が定かでないのが痛かったな。うん、まあまあ別にあのレールロードにねお願いしてもいいんですけど、そうだな、最終的には一応ゴールとしては私が思ってるのは一応身につめるルートなんですよね。まあ、なので逆に間ではレールロードとか BOS に頼んでみるのもありかもな。確かね戻ってこれるはずなんで、まあまあ別にあのどれでやったらもうどれがダメっていうことでもないので行っちゃいいんですけどね。レールロードでも行っちゃいいか。いや、うん、今日はここで置きましょう。なんか変なところで置いてまた話が次で飛んでんのも面白くないですからね。ちょっとうろうろしましたけど、あ、レールロードに頼んでもいいかな。ここにしてるっけ。結構ね変な場所で繋いでるとあのそこに物持ってくの大変なんですよね。あの建てるものの部品が結構いるので、ここだったっけ。あ、ここだね。タフィントン、あ、タフィントン、マーサーセーフハウス、これだから、あの、サンシャインタイディングスコープ、あの、ロボットがいるとこですね。教授がいるとこですね。なので、まあ、ここなら確かもうルートつないでいるので、まあ、大丈夫だね。まあ、そう思うと、別にいいか。レールロードで頼んでも。まあ、ここで建てるのはそんな難しくはないですね。うん。あの、まだつないでない場所だと、一回、まあまあ、ポーター送り込めば別にいいんですけど、あのちょっと繋がないと部品等もねいるんで、じゃあとりあえずはそうだな、レールロードで次回スタートでレールロードと話して準備しましょうかね。でもいいかもな。いや違う、いやどうもう行ったり来たりで話がおかしくなってる。今日ごめんなさいね、グズグズだ。ランドロフセーフハウスをやったからこうなったんだね。いずれにしてもこれはレールロードに頼んでもいいかもね。で、次回はちょっとシルバーシュラウドとかやろうかな。じゃあ。いや、もうやっちゃってもいいかー。あー、どうかなー。基本的にはあんまりね、この後からは割と話が加速するんで、どっちかというとその前に細かい面白いのはやっちゃっておきたいのもあるんですよね。まあ、そういうのをこう動画を撮ってる最中に考えるのはどうかと思うんですけど、いや、やめた。置きましょう。これは一旦ここで置く。で、またね、間で終わらせて、始める時になったらもう一度、あの、まあ、いずれにしてもレールロードに頼むにしろ、あのミニ爪に頼むにしろ、BOS に頼むにしろ、もう一回そこで仕切り直ししましょう。うん、ちょっと今回、ランドロスセーフハウスやったばっかりに、ちょっと流れがややこしくなっちゃいましたけど。まあこんな感じですね、本当に。何も決めずにやってますけど、ごめんなさい。っていう1時間になっちゃいましたね。グツグツでした、今回は。申し訳ない。では、次回はね、ちょっと一旦この、あのメインストーリーからちょっと外れて、ハンコックあたりと一緒にシルバーシュラウドやろうかな。シルバーシュラウドは結構話も長いんですけど、あのなかなか、面白い話なんでね、あの、これは絶対やりたかったんで、やっていきたいと思います。残りの細かい分はちょっと、まあ、様子見ながらにしましょうかね。結構言って、もうフォールアウトもかなり回数やってるんですけど、ただ裏も含めて相変わらずめちゃくちゃ遊んでますね。このゲームやっぱり本当に、うん、あの、スルメゲームですね。いくらでも遊べちゃう。まあ、まだ全体の半分も多分遊んではいないので、ストーリーだけ言うとね、メインストーリーだけ言うともうそうでもないんですけど、あの細かいことを言うと本当にいくらでも遊べちゃうゲームなんで、バランス難しいな。面白いんだけど。はい、まあ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 、すいません。またね、あの申し訳ないんですが、ゆっくり遊ばせてもらおうかなとは思います。で、そろそろこれがアップロードされる頃にはもう確実終わってると思うんですけど、あの当時に上げてたものがそろそろ終わるかなと思うんで、そちらの方もまた別のゲームをもうちょっとやろっかなとも思ってるんですけどね。まあまあ、それはまあ、
あの別のゲームの話なんで、ここでやめておきましょうかね。はい、では、今回はここまでにしましょう。皆さんどうもすいませんね、本当今日はなんだかこうメインストーリーが絡んだのにふわふわした感じになっちゃって申し訳ないです。またよかったらあのこんな感じですけど遊びに来てもらえるととっても嬉しいかなと思います。では今日のところはこれで失礼します。では皆さんお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。